登場人物が夫猫みたいな性格及び妻であるコントをやります。夫婦の自宅でソファでゴロゴロしてますわ。あ、夫帰宅しましたね。ただいま。お帰り、起き上がらずに言う。あら、今日は早く帰ってきたのね。ご飯食べる。うん、食べる、起き上がらずに言う。じゃあ、作ってくるわ。キッチンに向かう。お願い、起き上がらずに言う。しばらくしてんで、食卓に料理を運んでおりますよ。はい、できたよ。さあ、食べよう。ありがとう。起き上がらずに言う。え、そこから食べるの？ソファに座ったまま。うん、ここで食べる。起き上がらずに言う。ダメよ。食卓に来なさい。汚れるでしょ。それがめんどくさい。起き上がらずに言う。めんどくさいじゃないわよ。ちゃんとしたマナーを身につけなさい。ふーん、起き上がらずに言う。もう、どうしてこんなに頑固なのよ。猫みたいだわ。怒って食卓に座る。俺って猫。興味を示す。そうよ、猫。ご飯の時間になると泣き出すし、常にゴロゴロしてるし、私の都合を無視して自分の気分で活動するし、食べたものを片付けないし、トイレは指定の場所でするし、お風呂が嫌いだし、寝てる時に私のお腹の上に乗ってくるし。でも、可愛いでしょ。にやりと笑って起き上がり、妻の後ろに回る。可愛い。そんなことないわよ。拒否する？じゃあ、なんで結婚したの？首筋にキスする。だって、だって、困惑する。だって何？耳元で囁く。だって、だって、赤面する。好きだから。いや、そうではなくて、ATM だからよ。手表、ショックで顔だわ。応援してやっても良いって場合は、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。